こんにちは、マッピーホットのエリナです。今日はフォトショップにあるレイヤーについて徹底解説していきます。レイヤーはフォトショップの基本と言ってもいいくらい大事で、まず初めに知っておきたいものです。とは言っても名前からしてよくわからないし難しそうと思う人も多いと思います。私も最初にフォトショップを始めた時はもうレイヤーでつまずいているので、その気持ちもよくわかります。ですがレイヤーを知らないと後で自分で制作するときに困るので、ぜひ最後まで見てレイヤーを使ってみてください。で、今回レイヤーについて大きく分けて5つのことを見ていきます。1つ目がレイヤーとは何か、2つ目がレイヤーのメリット、3つ目がレイヤーで気をつけること、4つ目がレイヤーの操作、そして5つ目がレイヤーの種類です。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立つじゃんと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。まず1つ目のレイヤーとは何かを見ていきます。レイヤーとは1枚の層という意味で、フォトショップではそのレイヤーを何枚も重ねることによって一つの画像を作り上げます。そしてその重ねたレイヤーを上から見ると一つの作品になるということなんです。では一旦わかりやすいように、現実世界ではどういうことなのか、透明な下敷きと画用紙を使って見ていこうと思います。まずこの透明な下敷きをレイヤーとします。そして例えばこの下敷きのレイヤーに文字を書いていきます。 MA と書きました。そうすると横からはこのように見えて、上からだとこのように見えます。ではさらにもう一枚下敷きのレイヤーを増やして、増やした方にまた文字を書いていきます。2枚目は PPY と書きました。そして1枚目と2枚目を重ね合わせます。そうすると横からだとこのように2枚あるのがわかりますが、上からだと2つのレイヤーが重なって結果マッピーという文字が見えます。このようにレイヤーは何枚も重ねて一つの作品を作り上げることができます。ですが重ねるということは順番も大事になってきます。では先ほどの2枚の下敷きのレイヤーにもう1枚がっつり赤の入った画用紙のレイヤーを一番上に重ねていこうと思います。横から見ると下から文字のレイヤー MA、 文字のレイヤー PPY、 そして画用紙のレイヤーの3枚です。これを上から見ると画用紙の色しか見えなくなってしまいました。これはがっつり色が入った画用紙のレイヤーが一番上にあるから画用紙の色しか見えなくなってしまうんです。なのでもし画用紙の色を背景として置いてその上に文字を置きたいという場合は、画用紙のレイヤーを一番下に持ってくる必要があります。そうすると横から見た時に下から画用紙のレイヤー、文字 MA のレイヤー、文字 PPY のレイヤーとなって、上から見ると文字も見えて背景もしっかり見えるという風になります。このようにレイヤーは重ねることで一つの作品を作り上げるわけなのですが、これには順番も大切というのがわかると思います。では次に実際にフォトショップの場合どう見えるのか、先ほどと同じ例で見ていきます。では先ほどと同じで透明の下敷きに書いたように、この透明のレイヤーに文字を書いていきます。ではこのレイヤー1をクリックしてブラシを使って MA と書いていきます。では MA という文字が書けました。で、分かりやすいようにこのレイヤーの名前を MA にしたいので、このレイヤー1をダブルクリックして MA と書いておきます。で、さらにもう1枚レイヤーを加えたいので、右下にあるプラスのボタンをクリックして新しいレイヤーを増やします。で、ちなみにこの柄が Photoshop でいう透明を表します。ではこの2枚目のレイヤーに PPY と書いていこうと思います。では PPY と書けました。ではこのレイヤーを分かりやすいように名前を PPY にしておきます。そうすると右側のレイヤーパネルでレイヤーの重なり順が見えて、2枚のレイヤーが横からだとこのように見えます。下が MA、 そして上に PPY というレイヤーが2枚あるのが分かります。そしてその2枚を上から見た結果というのが、ここのキャンバスと呼ばれるところで見ることができます。で、先ほど透明な下敷きと同じような結果になったのがわかると思います。では次に画用紙となるレイヤーを1枚足していきます。では
こんな感じで一番上に画用紙となるレイヤーを足しました。横から見えるレイヤーパネルで見ると、下から MA、PPY、そしてがっつり塗られたベタ塗りのレイヤーがあります。そして上から見た結果をキャンバス上で見るとこのようになりました。下敷きと画用紙で見た時と同じように上にあるレイヤーが優先的に見えるので、がっつり色が入っているレイヤーが一番上にあることによって、その下にある文字のレイヤーが見えなくなってしまいました。ではこのがっつり色が入っているレイヤーを一番下に持っていこうと思います。ではこのベタ塗りのレイヤーをクリックして一番下に持ってって青い線が一番下に出てきたら離します。そうするとベタ塗りのレイヤーが一番下になったのがわかると思います。そして上から見た結果というとこのように背景として色が入って文字も見えるようになりました。でこんな感じでレイヤーは一枚一枚重なって成り立っていて、その順番を変えることによって見え方も変わってきます。では二つ目のレイヤーのメリットについて見ていこうと思います。レイヤーを分けるのは分かったけど、一枚のレイヤーに仕上げても同じことじゃない?と思う人も多いと思います。実際レイヤーを分けずに一枚のレイヤーにまとめても同じように仕上がるのですが、レイヤーを分けることによって大きなメリットが二つあります。一つ目がやり直しが効く。二つ目が数枚のレイヤーがあっても一枚のレイヤーだけに効果を足せる。もう言ってみればこの二つのメリットのためにレイヤーを分けている意味があるんです。では一つずつ見ていこうと思います。一つ目のメリットがやり直しが効くということです。レイヤーを分けることによって他のレイヤーには影響せずに消したいレイヤーを消したり修正できたりします。例えば2枚の丸のレイヤーを重ねて後から1つの丸を消したいというシチュエーションで見ていきます。でこちらが1枚のレイヤーに赤丸と青丸を一緒に描いた場合、そしてこちらが赤丸と青丸をそれぞれ別々のレイヤーに分けて描いた場合です。どちらもここのキャンバスで見る限り同じ出来上がりなのがわかります。ですが後からやっぱり赤丸を消したいとなった時、赤丸をそれぞれ消していこうと思います。ではまず最初に1枚のレイヤーに赤丸と青丸を一緒に描いた場合、消しゴムで消そうとするとこんな感じで青丸も一緒に消しちゃったり、背景も消しちゃったり、綺麗に赤丸だけを消すことはできません。ですがレイヤーを分けた場合、赤丸のレイヤーをクリックしてそのままゴミ箱に持ってって離すと、もう簡単に綺麗に赤丸だけを消すことができました。でここでは消すという目的のやり直し方を見てきましたが、他にもこのように変形させることも、1枚のレイヤーの場合2つの丸がこのように一緒に大きくなってしまいます。ですが2枚のレイヤーに分けた場合、赤丸だけを変形させたいという時はこの赤丸をクリックしてこのようにコマンド T でこんな感じで変形させることができます。では2つ目のメリットの数枚のレイヤーがあっても1枚のレイヤーだけに効果を足せるを見ていきます。合成する時なんかによく使うのですが、数枚あるレイヤーに対して一つのレイヤーだけの明るさを変えたり、ブレンド加減を変えたり、効果を加えることもレイヤーを分けてるからこそできます。例えばここに3枚のレイヤーを重ねて合成写真を作ったとします。下から背景の写真となるレイヤー、そして切り抜きの月のレイヤー、そして切り抜きの猫のレイヤーの3枚です。でこの時月だけの明るさを少し変えたいという時にレイヤーを分けてるからこそこの月だけの明るさを変えることができます。ではトーンカーブで明るさを変えていくのですが、トーンカーブについては別の動画で詳しくアップしているのでここではささっとやっていきます。では塗りつぶし調整レイヤーからトーンカーブに行きます。そして月の明るさを変えていきたいのでちょっとだけ明るくしていきます。そうするとすべてのレイヤーに対してこのトーンカーブの明るさが反映してしまいます。ですが月だけに反映したいので一旦このトーンカーブを閉じます。そしてこのトーンカーブを月のレイヤーだけに反映したいのでクリッピングマスクしていきます。でクリッピングマスクについてはこちらの動画で詳しくアップしているのですが、一つのレイヤーだけに反映させることができます。なのでこの場合トーンカーブを月のレイヤーだけに反映させるということになります。ではまずこのトーンカーブのレイヤーを月のレイヤーの上に置きます。トーンカーブのレイヤーをクリックして月の上で離します。そうすると猫のレイヤーはまあ必然的に反映しなくなるのですが、背景の写真のレイヤーはまだ明るいままです。なのでやっぱりクリッピングマスクする必要があります。ではクリッピングマスクしたいのでオプションを押しながらレイヤーとレイヤーの間にカーソルを持ってくると下矢印が出てくるのでここでクリックします。
そうするとトーンカーブが月のレイヤーだけに反映しました。ではこのトーンカーブありとなしを見ていこうと思います。この目のマークをクリックすると非表示になるので、これでトーンカーブなし、そしてこちらがトーンカーブありになります。でこのようにレイヤーを分けておくことによって、数枚のレイヤーがあったとしても1枚のレイヤーだけに何か反映させることができます。で今回は明るさを少し変える方法で見てきましたが、一旦これを消していきたいと思います。でその他にもこの月のブレンド加減を変えられる描画モードだったり、あとはレイヤーに対して効果を加えられるレイヤースタイルも変えることができます。で描画モードやレイヤースタイルについてはまた別の動画で詳しくアップしているので、気になる人はぜひそちらからチェックしてみてください。まあ、とりあえずレイヤーを分けていることによって1枚のレイヤーだけに何か効果を足すことができるというのはもう大きなメリットです。では3つ目のレイヤーで気をつけることを見ていきます。レイヤーで気をつけることは2つあります。1つ目がレイヤーを選択しているか、そして2つ目がレイヤーの順番です。ではそれぞれ見ていこうと思います。ではレイヤーで気をつけることの1つ目のレイヤーを選択しているかを見ていきます。メリットでも見たようにレイヤーはやり直しが効くものですが、自分でどのレイヤーを選択しているかわからなくなったり、選択していなかったりするとうまく操作することができません。で例えば先ほどの2枚の赤丸と青丸のレイヤーで赤丸の一部だけを消しゴムで消したい時に、赤丸のレイヤーを選んでいないと消すことはできません。どのレイヤーもクリックしていない時にこのように消しゴムツールで消そうとすると、このバッテンマークが出てきて、このままクリックしてしまうとこのように消しゴムツールは使用できませんと出てきてしまいます。さらに間違えて青丸の方のレイヤーをクリックして消しゴムツールでまた同じように赤丸を消そうとすると、このように青丸の方を選んでいるので赤丸は消すことはできません。なのでしっかり赤丸のレイヤーをクリックして、この白い枠が出てきたら選択しているよという意味なので、このまま消しゴムでこんな感じで消していくと、このように消しゴムで消すことができます。では2つ目の気をつけることのレイヤーの順番について見ていきます。レイヤーとは何かのところでも話した通り、レイヤーの順番は大切で、それによって見え方が変わってきます。例えばこの3枚で背景の写真、そして切り抜きのイラスト、そして上に文字、この3枚のレイヤーを使ったとして、この背景の写真が一番上にあるとこんな感じで文字とイラストが見えなくなるし、背景の写真を真ん中に置くと今度はこの黒子という文字だけが見えてしまったり、このイラストが一番上にあるとこんな感じで文字を隠してしまったり、もう本当に3枚のレイヤーだけでもこの順番を変えるだけで見え方が変わっていきます。なので自分で見せたい見え方じゃないと思った時は、右側のレイヤーパネルの順番を見て、ちゃんと優先したいものが上にあるか確認して、このように移動してみてください。では4つ目のレイヤーの操作について見ていきます。ではレイヤーが全体的に分かったところで、レイヤーのあるレイヤーパネルの主な操作を見ていきます。ではここのレイヤーパネルのところをそれぞれ見ていこうと思います。まず順番の入れ替えから見ていきます。もう先ほどもやったのですが、このレイヤーの順番を変えるときは、動かしたいレイヤーをクリックしてそのままドラッグして、この青い線が出てきたら離します。そうするとこの写真の下に切り抜きの写真が来ました。でもし上に持ってきたいときは同じようにクリックしてドラッグして、上に線が出てきたら離します。そうするとこんな感じになります。で今私はサムネイルが大きく表示されているのですが、もし小さく表示されてて見づらいという場合は、ここで右クリックをします。そうするとサムネイルなし、小、中、大と選べます。小になっていると思うのでこんな感じに見えると思うのですが、これを右クリックしてサムネイル大にするとこんな感じで大きく見ることができます。では描画モードのところを見ていきます。この描画モードはこんな感じでブレンドすることができます。ちょっと難しいので描画モードについての動画で見てほしいのですが、こんな感じでコーヒーの写真と下の背景の写真をブレンドすることができます。で次に不透明度と塗りです。この不透明度と塗りはちょっと違うのですが、まあ、ほとんど同じで、こんな感じで下げると透明感が増します。で塗りも同じように下げるとこんな感じで透明になっていきます。まあ、少し違うのですが、それについてはおいおい見ていこうと思います。次にレイヤースタイルです。この FX がレイヤースタイルのボタンです。
ここはクリックすると、このコーヒーのレイヤーに対してこんな感じでドロップシャドウをつけたり境界線をつけたり、いろんな効果を足すことができます。で、次にレイヤーマスクです。レイヤーマスクについては詳しくは別の動画でアップしているのですが、これをクリックすることによって白のレイヤーマスクは見える、そして黒のレイヤーマスクにすると見えなくなるという効果があります。で、次に塗りつぶし調整レイヤーです。ここは後で詳しく見ていくのですが、塗りつぶしをすることができたり、あとは明るさなどの調整、色などの調整などもすることができます。で、次にレイヤーをグループ化です。例えばここに文字を入れていこうと思います。ではクリックしてコーヒーと打っていきます。で、このコーヒーという文字とコーヒーの切り抜き写真をグループ化することができます。ではこのコーヒーのレイヤーをクリックして、シフトを押しながらコーヒーのレイヤーをクリックすると2枚選択されます。そこで先ほど見たこのフォルダーのマークをクリックすると、こんな感じでグループでまとめてくれます。で、このグループの中を見たいときは、この左側の三角マークみたいなのをクリックすると、こんな感じでグループの中身を見ることができます。で、次にレイヤーを足すこのプラスマークです。ここは先ほども見たのですが、このプラスマークをクリックすると新しい透明なレイヤーが足されます。で、次にこのゴミ箱マークの削除です。この削除はレイヤーを削除することができて、このままレイヤーをクリックしてドラッグしてゴミ箱のところで離すと、こんな感じでコーヒーのレイヤーを消すことができます。で、次に目のマークです。この目のマークは表示または非表示することができます。なので今コーヒーの切り抜き写真があるのですが、一旦非表示にしたいという時はこの目のマークをクリックします。そうすると一旦見えなくなりました。で、もう一度見えるようにしたいという時はもう一度目のマークをクリックすると表示されます。で、この鎖マークは1枚のレイヤーだとクリックすることができないのですが、複数のレイヤーを一緒に選択している時に使うことができて、一緒に動かすことができます。例えばこの2枚のレイヤーを一緒に選択してリンクしていこうと思います。で、コーヒーのレイヤーをクリックしてシフトをしながらワッフルのレイヤーをクリックします。そして鎖マークが押せるようになったので、このままクリックします。そうするとこのように鎖マークが出てきました。で、今後もしこのコーヒーだけを動かそうとしても、一緒にワッフルのレイヤーも動きます。ではコーヒーのレイヤーをクリックしてコマンド T を押して動かしていきます。そうすると一緒にこのワッフルの写真も動いているのがわかると思います。これがリンクです。で、5つ目がレイヤーの種類です。レイヤーの種類はたくさんありますが、その中でも5つのグループに分けて見ていきます。透明レイヤー、写真レイヤー、グループレイヤー、ツールを使ったレイヤー、そして塗りつぶし調整レイヤーです。まず透明レイヤーです。透明レイヤーはその名の通り、透明で何もないレイヤーです。で、使い方としてはツールバーのブラシなんかでこのように何か書いたり、他のツールでもレイヤーを足して使うことによって後からのやり直しがしやすくなります。で、透明のレイヤーの足し方は先ほども言った通り、このプラスのマークでクリックするとこんな感じで新しい透明のレイヤーを足すことができます。で、次に写真レイヤーです。写真レイヤーは写真そのもののレイヤーです。背景として置いたり、あとこの写真を切り抜いたりすることもできます。写真の取り込み方などについてはこちらの動画でアップしているので、気になる人はぜひそちらからチェックしてみてください。で、ちなみに最初に写真を Photoshop に取り込むと背景レイヤーとして表示されて、右側にこの鍵マークがあると思います。このマークがついていると背景としてロックされてしまうので、どんなにコマンド T を押して動かそうとしても動かすことはできません。なのでそういう場合はこの鍵マークをクリックすれば、こんな感じで普通のレイヤーに戻るので、この場合コマンド T で動かそうとするとこんな感じで動かすことができます。で、先ほどのが背景レイヤーで、普通のレイヤーにすると通常レイヤーとも呼ばれます。で、背景レイヤーと通常レイヤーの違いについては別の動画でアップしているので、気になる人はぜひチェックしてみてください。では次にグループレイヤーです。グループレイヤーは先ほどのレイヤーパネルのところでも見たのですが、この右下のフォルダーのマークをクリックするとグループ化することができます。で、例えばここにドーナツという文字が3つあって、レイヤーとしても3枚あるのですが、この文字だけをグループにしていこうと思います。一番上のドーナツのレイヤーをクリックしてシフトを押しながら、一番下のドーナツのレイヤーをクリックします。そうすると3枚選べたので、そのまま右下のフォルダのマークをクリックするとこんな感じでグループ化することができます。こうすることによって、もうレイヤーパネル自体すっきり見えるし、あとグループに対しても何かレイヤー効果だったりを足すことができるので結構便利です。で、次にツールを使ったレイヤーです。
ツールの中ではレイヤーとして表示されることは少なく、一部のツールを使う時だけにレイヤーとして表示されます。ツールを使った時にレイヤーパネルにレイヤーとして表示されるものは主に3つあります。文字ツール、シェイプツール、フレームツールです。それぞれ動画にもしているので、詳しく見たい人はぜひそちらをチェックしてみてください。で、文字はそのまま打つと、このようにレイヤーパネルのところでは T という文字で1枚のレイヤーとして表示されます。で、シェイプツールはそのままシェイプを書くと、レイヤーパネルにはシェイプのレイヤーとして表示されます。で、フレームツールは写真をはめるためのものなのですが、こんな感じで四角を書くと、もう元の写真がこのフレームツールにはまってしまったのですが、レイヤーパネルで見るとこのようにフレームツールのレイヤーとして表示されます。で、次に塗りつぶし調整レイヤーです。塗りつぶし調整レイヤーはレイヤーパネルのところでも見た通り、この半月のところをクリックすると19種類出てきます。で、塗りつぶしのグループと調整のグループで分かれていて、で、塗りつぶしのレイヤーの方は全体を塗ってくれるもの、そして調整レイヤーは明るさや色味を変えられるものです。ではそれぞれ塗りつぶしレイヤーと調整レイヤーで分けて見ていこうと思います。まず塗りつぶしレイヤーです。塗りつぶしレイヤーは全体を塗りつぶしてくれるレイヤーです。で、その中には3種類ありますが、ささっと見ていこうと思います。で、それぞれ動画にもしているので、詳しく見たい人はそちらをぜひチェックしてみてください。まずベタ塗りレイヤーはこんな感じで一色に塗りつぶしてくれます。で、ここで色も選べるので好きな色を選ぶことができます。で、次にグラデーションです。グラデーションは何色か混ざり合っていて、こんな感じでたくさん種類が出てくるので、このように選ぶことができます。で、グラデーションについては色の変え方なども含めて別の動画でアップしているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、次にパターンレイヤーです。パターンレイヤーはこのように柄のあるパターンで塗りつぶしてくれます。で、このように塗りつぶしレイヤーは全体を塗りつぶしてくれて、レイヤーとしてもレイヤーパネルのところでこんな感じで分かりやすく表示してくれます。で、次に塗りつぶしレイヤーの下の明るさコントラストから特定色域の選択までの調整レイヤーです。調整レイヤーは写真の明るさや色味を変えてくれる役割があるので、塗りつぶしレイヤーと違って1枚だけでは成り立ちません。なので基本的に何か写真などを置いて、その上に調整レイヤーを使っていきます。では先ほどのドーナツの写真でやっていこうと思います。で、調整レイヤーの中の16個は明るさを変えるグループ、色を変えるグループ、そしてその他のグループ、このように区切ってあるので、そういう風に考えると分かりやすいかなと思います。で、全部が大事というわけでもないし、使うものだけ覚えておけば OK なので、例えば明るさの中だとよく使うものはトーンカーブです。こんな感じで明るさを変えられて、さらにコントラストもつけることができます。で、色相のグループの中だとよく使うのが色相サイドだったり白黒です。例えば色相サイドだったら、このように変えたい色をこんな感じで変えることができます。で、あとは白黒のレイヤーだとこんな感じで全体を白黒にしてくれます。で、その他のグループの中だとグラデーションマップなんかはよく使います。こんな感じでグラデーションを変えていくと、このように写真の中の明るさによって色を加えてくれます。まあ、この4つはそれぞれ動画にもしているので、詳しく見たい人はぜひそちらからチェックしてみてください。で、最後にちょっとおまけなのですが、他のレイヤーとしては背景レイヤーだったりスマートオブジェクトのレイヤーというのも出てきます。で、背景レイヤーについては先ほども話した通り、背景としてロックされているレイヤーです。で、スマートオブジェクトというのは、このレイヤーをクリックして右クリックをするとスマートオブジェクトに変換というのが出てくるので、これをクリックします。そうするとレイヤーに変わってサムネイルのところにこのマークが出てきたので、これがスマートオブジェクトになったよというふうに表示してくれます。で、スマートオブジェクトについても奥が深いので別の動画で見てほしいのですが、スマートオブジェクトにしたレイヤーもあるというのを覚えておくと、後々スムーズに作業を進めることができるかなと思います。はい、今回はフォトショップにあるレイヤーについて徹底解説してみました。で、フォトショップのレイヤーは一枚一枚の層になっていて、それを重ねることによって一つの作品ができるということなんです。で、レイヤーのメリットはというと、やり直しが効く、そして数枚のレイヤーがあっても一枚のレイヤーだけに効果を足せるということです。もう言ってしまえばこの2つのメリットのためにレイヤーを分けているという感じです。
なのでこういうことも含めてこれから何か作品を作るときはレイヤーを分けてぜひ作ってみてください。まあレイヤーと聞くとちょっと難しいし聞き慣れない言葉なのでもうスキップしちゃおうかなと思ってしまうと思うのですが、まあ、ここのレイヤーという部分を知っておけばもう後々楽になるのでぜひここは覚えて使ってみてください。でレイヤーの次に大事なのがレイヤーマスクなのでこの動画の次にぜひステップ2として見てみてください。フォトショップのレイヤーについて分かったよーという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。もうのっちん、もうのっちん、動く。